ウェイトトレーニング。ウェイトトレーニング。ウェイトトレーニングは、筋力トレーニングの一種目。バーベル、ダンベル、マシン、または自重などを使い筋肉に負荷をかけ体を鍛える、トレーニング。主に筋力の増大、またはそれに伴う筋肉の増量などを目的とする、トレーニングの総称。競技には、バーベルやダンベル、専用のトレーニングマシンを使用したトレーニングであり。 講義にはそれに自重を利用したトレーニングも含む。10kg のダンベルを連続して最大10回上げ下げできる人が 12kg のダンベルで継続的にトレーニングをしていると、やがて 10kg を10回を超えて上げ下げできるようになる。また、筋量や筋力を発達させ続けるためには、一定期間ごとに扱う重さを全増させる必要がある。 トレーニングをやめてしまうと筋肉は次第に衰える。基本的には筋肉がつくのと同じくらいのペースで落ちると言われている。ただし、長年にわたって継続してトレーニングを続けていた場合はその理ではない。筋肉はその動きの速さや動かした角度、力発揮の仕方など実際にトレーニングした様式に合わせて得意的に成長する。人それぞれ個性があり、ある人には 効果があるトレーニングでも他の人にも効果があるとは限らない。一人一人、個性に合ったプログラムを選択する必要がある。トレーニング効果を高めるには、モチベーションをお持ち、筋肉に対してどういう風に動いてほしいかをイメージすることが重要。例えば、もともと 50kg しかベンチプレスできない人間が 100kg ベンチプレスできるようになるには、普通。 年単位のトレーニングが必要であるが、一旦 100kg ベンチプレスできるまで鍛えた。人間がレーニングをできない事情により衰えて 50kg しかベンチプレスできなくなったとしても、100kg ベンチプレスできるまで回復するのにそれほど時間はかからない。大抵の場合2から3ヶ月のトレーニングで最大筋量に近い力を取り戻すことができる。最後のセットで行う。 通常のセットを自力での限界までこなした後、インターバルを入れずに1から2回、補助者の力を借りて、ウエイトを上げ、自分の力のみで下ろす。補助者は、トレーニーがウエイトを上げられるようにするための、最低限の力だけを加える。補助に入るタイミングが重要で、補助に入るための合図などを決めておくと良い。ベントオーバーローイングや、デッドリフトなど、補助の難しい種目には適していない。 それらの種目では他のテクニックを用いるようにする。最後のセットで行う。通常のセットを行い、最後のセットで全稼働範囲での動作が続けられなくなったら、インターバルを入れずに動かせる範囲だけさらに数回を行う。例えば、サイドレーズの場合、最後までウェイトを上げられなくなったところから、稼働範囲の3分の1、2分の1などできる限り、 大きな範囲で回数を重ねていく。動かせる範囲は徐々に小さくなり、やがて全く動かせなくなる。最後のセットで行う。通常のセットを行い最後のセットを限界まで行った。あと一旦ウェイトを置き、5から6秒間、または10秒間のインターバルを置いて、すぐに、また回数を重ねていく。最後のセットで行う。通常のセットを限界まで行った後、 インターバルを入れずに60から70%くらいの重さでさらに限界まで行う。特に発達させたい部位からトレーニングする方法。その部位については全く疲れのないフレッシュな状態で鍛えられるため力を発揮しやすく効果が上がりやすい。多くのスポーツドクターやアスレティックトレーナーらによるスポーツ医学、スポーツ医科学の発展に伴い、 各競技種目にあった科学的なウェイトトレーニングのメニューが考え出されており、オリンピックをはじめとする国際大会において好成績を収めるためには非常に重要なものとされ多くの選手がこれに取り組み、国家レベルでも大規模な科学的トレーニング施設が整備されトップアリートなどに利用されている。しかし過去には誤った認識のもとに行われてきた歴史もあり、一部の研究者、 スポーツ指導者、選手の間では、ウェイトトレーニングに対しいくつかの誤解や、怪奇的意見もある。20世紀の日本では、アンチドーピングの立場から、スポーツ選手が、筋肉だけを鍛えるというトレーニングを控えてきた、歴史があった。そんな風潮の中、日本のアスリートとして、初めて本格的、ウェイトトレーニングを取り入れたのは、柔道家の木村正彦である。木村は、 柔道の練習も含め、ウェイトトレーニングを入れると1日10時間の終了を誇った。ベンチプレスで2 5 0ラム、ストレートアームプルオーバーで9 0ラムを上げたという、立ったまま両腕を前に伸ばし、そこに1 0 0ラムのバーベルを乗せて、肩から手首にかけて何度も転がすことができた。また、シアトルマリナーズの一郎選手は、 たくさんのトレーニングマシンを持ち使用しているが、筋肥大を目的として使用していない。彼の使うマシンの機能は、柔軟性の増進やスピードの向上、あるいは、神経発達に伴う動員筋力比率の向上を目的としたものである。一郎は、ただ筋肉を太らせるだけでは、神経の行き渡った筋肉でないと意味がないと語っている。大相撲界では、四股や 鉄砲などの事情を利用したウエイトトレーニングの要素を含む稽古が伝統的に行われている。千代の富士、高野里、霧島などは従来の稽古に加え器具を使ったウエイトトレーニングを積極的に取り入れた。数が多いため伸縮型のメニューとして掲載する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。